お疲れ様でございます。11時台のご挨拶は山本豪雨でございます。皆様と共に進めるべきは、深夜交通の充実によるナイトエコノミーでございます。空港直送の日暮里駅での交通、日暮里舎人ライナーの終電、これを平日並みにすることでしっかりと皆様が安心して帰れる、こういった、下町の夜間経済を実現することが私の一つの政策目標でございます。そしてスポーツ予防医療で健康寿命を5年に1歳ずつ引き上げていきたい、頑張らせてください。山本豪雨でございます。東京都議会議員選挙でありがとうございます。皆様とありがとうございます。共に健康寿命を伸ばしていきたい、頑張ってまいります。スポーツをする皆様と共に体内の強靭化を進めてまいります。山本豪雨でございました。ありがとうございました。